俺な、はい、おととし、ちょうどおととしの、はい、まあまあ、季節で言うと今頃、まあ、ひと月前ぐらいで、おととしの9月に、はい、あの単車で自分で転んで、ちょっと事故って怪我して、はい、あれで家でゆっくりしてて、まあ、もう食事もそんな取られんかって、9月から、年末、12月になるまでに14キロ落としたんや。はいはいはい、で、腹もへっこんで、めっちゃ楽なってて、でそれが俺、今あの、あれから2年経ってちょうど、はい、2年経って、じわ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 、8キロ戻って。ゆっくりしたリバウンドですね。2年経ってのリバウンド、うん、でもだから14キロとしたの8キロ戻って、うん、であれ何世間の人、俺あの3ヶ月の間に14キロ落としてんで、うん、14キロとしたの誰でも痩せたなっていうやつはおれへん、分かれへん、分かれへんね、うん、で分かれへんやろ、14キロ落としてんで、うん、14キロとして痩せたなやつおれへんから、で2年間の間に8キロだけ、リバウンドで8キロだけ戻ってんか、超えたなはいいよ、これなんでやねんこれお前、なんでやろうね、さっきその前に14キロの時に何も言うてんのに、ちょっとまたそこのマックスまで行ったのに超えたなはいいよね、俺あれちゃいますの、よくあの痩せたなってマイナスのイメージあるじゃないですか、病違う病気かなとか、それでちょっと言わん方がええかな、違う違う、そんなそんな下層とかまで行ってないや、うん、ただ俺自体はめっちゃ腹の肉も楽やって、で中のあのシャツなんかでも、買ったシャツなんかでもパッツンパッツン切られんのやつがふって切れるようになって、そこまで落ちてんねん、じゃあそれはお兄さん14キロ痩せたって言うてたけど分かれへんもん、分かれへん痩せた元のな、そうそうそう、うん、痩せた、いやでもね、違うよ兄さん、その兄さんが、うん、世間で言う痩せたなまで言うたら痩せたなって言うけど、痩せるってでかいねんか、標準より大きいもん、100もやで、痩せても大きいよ確かに、100キロ甘い、112キロから98まで落ちてる、98でも大きいや、114キロでも98でも力士の世界や、うん、そう標準にしても力士の世界、確かに標準に戻るのはまだそこから30キロでやってないんだけど、14キロ落ちてんねんてお前、14キロで、いや、だから比率の問題やからね、そうそうそう、はい、で、なんか最近今年の夏も暑かったやんか、はい、めっちゃ暑かって、あんまりもう表にも出んのが しんどいような感じになるやんね、ブワーッと働いて汗かいて家帰ってきてゆっくりしようとかなるやん、ならそれが続いたらもう続いて仕事せんとたろうとか思うやんか、ひと月に4キロぐらい普通に超えるよそんなことは言わないで普通に4キロ、ジャスミンさん4キロって簡単に超えますか、いやジャスミンさんこれもう女性の音だったらもう音がないからな、超えたら超えるかもしれないけど、ジャスミンさん4キロ落ちたら多分ああ痩せたなみたいな言われんで、超えよう思って4キロ超えさすのも大変です4キロな、夜中食べてみ超えるで、4キロ大変やな、4キロは超えやすそうだ、4キロ俺簡単に超えれる、2キロぐらいは、じゃあそれは兄さんパチンコで2リットル持てるもん、うん、それ2本飲んだら4キロやからね、あれ水やったら別に超えへんから、え飲んですぐ体重計乗ったらちょっと飲んだんじゃん、2キロ置いてくる、2箇所見たらもう悪いやん、パチン2キロも出しますの正面は2リッター2リッターでもまあ4キロ超えるの簡単に超えんだけど、4キロなかなか落ちんで、そらせやわ、であのな、俺なんかこれおかしいけど、ふっと気づいて超えていくのかな、2キロずつやこれなんでやねんやろうな、2キロずつ見えるからや、分かりやすいんじゃん、2キロずつ、その、ね、2年間の間にポッとあっと気づいた時、あの結構98の時に粘ってた、それだから兄さん測ってる時がパチンコ行って水飲んだからね、コロナの影響でパチンコ屋ももういけんわ、ほんで俺タバコもやっぱりパチンコであんまりしてんよ、もう喫煙所行くから外での吸えんようになるやんか、9月、10月からパチンコちゃんはタバコ代も上がって、50円上がって、400円が500円になって、はい、俺、10月の頭にもうええわ、ワンカウントだけほどで10個買うて、はい、で、10個買うて、今日、10月の真ん中の辺やんか、1箱しか減ってないね、タバコもいつやめようもだ、やめるんやけど、これで俺まだタバコを追いやめたらまた戻ってくるんちゃうかな、タバコやめたらでも超えるって言うけど、どうなん、僕さタバコ吸いやから痩せた、あやめたら太るよ、タバコ吸いの人は口が寂しくなかったら食べるとか言うなるやん、俺もともと家でタバコ吸えへんから関係ないね、一緒やねん、ずっと食ってるもんね、そうそうそう、うん、だんだん戻ってくるよ、よく言う、あどうなんですか、水で太重いんですか、それもなんかほんまの肉なんですか、ね、
多分な、水分も俺なんぼでも正面でねえからな、俺こうやって考えて、俺昨日そんなに飲んでないよなとか思うけど、正面なんぼでも出ますよ、なんでやねんやろ。じゃあ、まあまあ、僕と兄さんと全く正反対やから分かれんけど、一緒におったらよう飲んでるよ、水分と。いや、そんなことも、じゃあ汗のかき方が違うやんか、黒いとは。俺ちょっとかいたかいたら、もうタオルをビュー絞ってなんぼでも出るぐらい汗出てるから、そら正面も行くぐらい兄さん、よう飲んでるもん。俺しょ、だから、汗かいた時、一個も正面行けへんや。あ、そうなんすか。正面行けへん。その代わり汗でみんな出てるから。ただ、夜中になったら正面ばっかり行く。汗かかへんから、布団かぶってねやな。布団びっちょびちょ。朝になったら布団仕事もしてない。なんでやんだよな。水分多いのも分かる。俺、そんなに水分取ってない。いや、食べてるよね。絶対。絶対ね、超えた人が、なんでやろなって言わはんねんけど、夜中に食ってたりとか、絶対食べてる、私そんな食べへんねんって言う人いてはんねん、うん、で、そんな実際にご飯もそんな食べてはらへんねん、その人ご飯の食事中は、でもよう聞いたら夜中に唐揚げ食う、そうそうそう、もう絶対食べてんねんて、どうしたら食べてるね、俺夜中とかになパン食うからそんなだからそれはパンは太るでだからもうパンやめな、パンは太る、そういうでも山崎のパンのうまいの分かってからもうロイヤルブレッド出すかと、ロイヤルブレッド絶対こうやってもらうめっちゃうまいね、ロイヤルブレッド食ってんねんだから結局だからもうパンだけは絶対やめなあかん、パンかなパン太る、うん、パンやめたって他のもん買わりに特にコンビニとかで買っちゃうと買っちゃうね、おかきと、あと甘いも、言うたらまあショートケーキとかそういう系のあったら、一番幸せやから、飯食った後にちょっと間置いたらおかきとケーキ食べてるわ俺、それやめなかった、家に食うもんがなかったら、買いに行ってまで食いたい人、はい、そんなの構わないわ、もう分かんわ、だってコンビニなんか行ったら前ずっと空いてるけど、そんなコンビニ行くのもったいないから、今はコロナの影響で万代とか10時になってんねんけど、あかん、しまうと思って9時半後出て行ってしまう、それはあかんわ、もう僕も買いに行くん邪魔くさいから、なかったらないでいいかと思うから、家に食う方が寝てしまえ、もう食べずに一人の時から、たぶん寝元になって寝てもらうんだけど、寝てしまえや、10時とかじゃ9時15時で寝元になるやんか、知らん間に寝てんねん、あ、寝てたわって聞いたら1時頃やん、あれ中途半端に目覚めのかと思ったら食べて、でも東京で一人で住んでる時とかは、もう食い物を家に置けへんかったら、買いに行くの邪魔くさかったから、それが一番いいよ、もう食えへんかって、でもね、今この編集してるやつ、友達やねんけど、こいつうちの家にお菓子とかしょっちゅう持ってきやがる、置いといてあるわって、こんな食いてしまう、あったら食うやろ、食いてしまう、食いてしまう、食いてしまう、で今家族ですよ、子供から子供から、それなりになんか食うもんがあるから、ここ置いてあるやろ、ほら食うてまう、食うやろ、あったら食うやろ、なかったら買いに行ってまではと思えへんから、だから俺もチラシ見んようにせなあかん、チラシのせい、チラシ見て安かったら買おう、あ、チラシ掘ったらええチラシが楽しみで新聞撮ってんだよ、知らんから